少しね、ドに色が入ってますよね。サングラスではない。さあ、コークです。さあ、いいところですね。さあ、その内につけれるのが鈴木トール。うん、その外ですね。フライトに当たって持っていかれましたね、はい。まあまあ TBTB はそのどのメーカーだろうが呼びますから。どのメーカーだろうが、どの選手だろうが呼びますから、ギャラーが安く来てくれるのであれば、はい。この今日の会場は岐阜のミノですね。ミノセラミックパークミノ。今日は入場料もいりませんので、ぜひぜひ遊びに来てください。会場も綺麗で、案外涼しいのかな。ここはちょっとね、山の中腹ぐらいあるところ。さあ、100スタート、渡辺康介。66、もったいない。さあ、361、大きく削りたい鈴木トール。大きく削ってブレイクチャンスに持っていきたい。さあ、ワンフォーできました。やっぱ鈴木選手はね、こう色が変わってちょっと見慣れないんですけどね、ユニフォームの。やっぱかっこいいから何着ても似合いますねさあ、180きた。さあ、155残りですね。さあ、221なので64、ちょっと横ずれ多いですね。今日の鈴木選手、横ずれ予選から多いですね。もう1本60、86アレンジ持ってきました。さあ、155ですね。当然19からでも20からでもいいんですけど。さあ、もう1本、今度は19ですね。19トリプル、そして19ダブル。ナイスナイストライ、カモン。ナイストライ、ワンビット上。さあ、86残りですね。これ18からいきます。18からいきます。もう1本18、トリプル決まったら7ダブル決める。さすが鈴木トール、高校のゴマリッチョブレクソン。さあ、そして鈴木トールの先行クリケットへとゲームは移ります。少しね、鈴木選手クリケットのも横ずれしてたので、状態的にはいつもより良くない感じですね。うん、これがもう鈴木選手の中では、僕の知ってる鈴木選手ではない感じしますね。さあ、そして渡辺選手19、20、ごめんなさい、20ですね。20で
もう一本に加点ですね。下はね、下はなんか心配なさそうですけどね。加点からのカット、おー、エリア20とまで言われたね、鈴木徹ですが、今日は20決められてないですね。さあ19カット、決まる、オーバーカット。先カット20を嫌いましたね。さあ渡辺選手はオープン17オープンをします。3投目で決めてきましたね。さあそして18と17の打ち合いですね。さあトリプルからもう一本、うわー、ライン空いてるところ、間をね綺麗にフライトに乗っけてきました。さあ大きく加点してきました。さあ負けじと1投目から入れてくる渡辺ですが、そしてここは先締めオーバーカット。さあそして16オープンから、オーバーカット。さあここでオーバーカットの応酬、15チョイスオープン、オーバー、そして3連続オーバーカット、ナインマーク。いやーすごい試合ですね。いやー渡辺選手も力つけてきてますね。さすが前回決勝行っただけのことあります。したじゃないですか。先々週優勝しましたよね。京都大会。京都大会優勝したしました、デンガナ。もう今ランキング2位デンガナ。山田選手より上デンガナ。いやーいい試合だったね。ブレイクバック。ブレイクの応酬ですね。渡辺康介選手も面白い選手になってきそうですね。清潔感ないな、あんたに言われたないわ清潔感ない失礼だ。さあ20オープンから、さあ加点から入ってみました。さあそして鈴木と19オープンからの加点、さあ5マークですよね。今の戦略が果たしてどうだったのかって思いますけどね。さあ
19カットに行きます。さあ19、もう一本、ダブルカットいく。ここはね、足を止めてね、打ち合った方がいいと思うんですけどね。まだまだ序盤だし、この足を止めて打ち合いながら徐々に自分の肩を温めていくっていうんですかね。最近よくトップ選手はやってますよね。20、19でしっかりと打ちながら自分の感覚を調整していく。さあ17カットから、さあカットからの18オープン、しない、打ち合う、加点。さあ18オープンから、18今日鈴木選手合ってますね。もう1本、また加点、カットに行く。これは中途半端ですね。はっきりしないといけませんね。いやー、これもこの流れですよね。ここちょっと悪いですよね。はっきり言ったが良かったですね。2投目も20に。さあ、オーバー、やっとカットですね。4投目でやっとカットできました。さあ渡辺選手、これは是が非でもオープンが必要だ。さあ18トリプル、1投目からトライ、カット、そしてオープンで B クラン、馬突き。さあここはブルしっかりですね。ブルしっかりとオープンしたい。さあ3本入れてオープンまで、これで鈴木選手楽になりましたね。来ました、鈴木徹、高校のクリケットをブレイク、そして先行の501へと続きます。さあ注目の501、鈴木徹先行です。さあここはトンエディソースタート、thank you。
さあトーンで返す221残りの鈴木徹に対してここは大きく削ることが必要だ。渡辺康介渡辺選手もね静岡なので距離的には隣になるんですかね近い県なのでねファンも応援団も多いと思うんでねここは鈴木を超えたいところですが141からもう一歩60で81残りさあ318なのでね140以上は欲しいですね。これで鈴木徹を楽にします。19からですね19トリプル60は20アレンジですね20からのトップダブルいいところに決めたその上を行く鈴木徹前回準優勝渡辺康介を下し3回戦進出です。 CM どうぞ。